ジョット・ディ・ボンドーネによる幼児虐殺1304年頃スクロベーニイニ礼拝堂所蔵幼児虐殺は新約聖書のマタイによる福音書2章16節から18節に現れるエピソード新たにユダヤ人の王となる子がベツレヘムに生まれたと聞いて怯えたユダヤの支配者ヘロデ大王がベツレヘムで2歳以下の男児を全て殺害させた出来事 幼児虐殺は先生術博士の星に関するエピソードの中で、マタイによる福音書の幼年期の部分に書かれている。博士たちはユダヤ人の王を訪ねてきた。ユダヤ人の王であったヘロでは、自分を脅かしうる者が誰なのかを調べるために、策略を練り、帰りに立ち寄り知らせるよう博士たちに頼んだ。博士たちが他の道を通って帰ったことを知ると、 大いに怒った。そして、人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず、殺させた。この場面はいくつかの旧約のエピソードを思い出させる。で、エジプト期によれば、ファラオは、生まれたばかりのヘブライ人の子を皆殺しにするよう、命じたが、 モーゼだけは助かり、後に、このモーゼによって民は解放された。聖魔隊はまた、幼児の殉教によって、エレミアの予言が実現したことを語る。イスラエルの民は追放されたが、新たなデエジプトとして、主は新たな地へ導き、新しい契約を約束した。従って、キリスト教では、この場面の意味は明白である。この世の力がどれほどであろうとも、 人間を救う神の計画に逆らうことはできないということである。キリスト教では伝統的にこの幼児たちをイエスのために命を落とした最初の殉教者であるとみなしてきた。伝統的教会では彼らを聖人とし、カトリック教会では幼子殉教者、聖公会では聖なる幼子、聖教会に属する日本ハリストス聖教会では聖英児と呼ぶ。 カトリックと聖公会での記念日は12月28日、聖教会での記憶日は12月29日。マタイ福音書によれば、ヘロデ大王は、ベツレヘムの星を見て、救い主の誕生を知り拝もうとやってきた東方の三博士たちから、新しい王の話を聞いた。王は、自分の地位を脅かされることを恐れ、いっそ殺してしまおうと考えた。そこで、 ベツレヘムで2歳以下のすべての男子を殺害するよう、明示、実行させた。これは、エレミヤ書31章15節にある、ラマで声が聞こえる。すすり泣きとうめき声が、という予言の成就であるとマタイ福音書は書く。イエスの両親ヨセフとマリアは、お告げでこの危機を知り、エジプトに逃れたため、イエスの殺害を免れた。 クラビウス・ヨセフスなどの一般の歴史家の記述は愚か、他の福音書にすらこのよう虐殺のエピソードは記されていないため、マタイ福音書の記述は事実ではなく、イエスの生涯を旧約聖書の予言の実現として描こうとするマタイの意図によって創作されたエピソードであるとする説もある。たとえ事実であったとしても当時のベツレヘムは本当の感想であったため、 ごく小さな規模の事件であったと考えられる。ある学者は、当時のベツレヘムの人口はせいぜい300人程度、聖書学者、レイモンド・ブラウンは1000人程度であったと推定する。これらの説に従うなら、実際に殺された幼児の数はどんなに多く見積もっても、20から30人程度であったのではないかと推測される。 もともと、当時の先制君主はこれを超える規模の非道な虐殺行為をしばしば言っていたため、ヨセフスや他の歴史家からもわざわざ記録するほどの事件とは見なされなかったと解釈することもできる。キリスト教伝承において、この幼子殉教者たちの数は、しばしば古代化して扱われた。聖教会の伝承では1万4千人とし、シリア教会での聖人伝には6万4千人と、 記されていた。現代の研究者は、このような数字は過度の誇張であると考えている。ピーテル・パウル・ルーベンス作、幼児虐殺、アルテピナコテーク像。幼児虐殺は、幼児に対する暴力というショッキングなテーマながら、ジョット・ディ・ボンドーネなど多くの芸術家たちの画題となってきた。例えばルーベンスは一度ならず、 幼児虐殺の絵を描いているが、その中の一枚は2002年、ケネストムソンによって4950万ポンドで落札され、史上最も高額で取引された絵の一つであるとされている。音楽ではイギリス中世のコベントリー・キャロルがこの件を歌っている。ありがとうございます。